Check the mic and make sure it sound right, boy. はい、皆さんこんにちは、ヤビユーナです。どうも。はい、今回はいきなりこんな姿で登場なんですけど、今日はコラボ動画をやっていきたいと思います。ゲストの方をお呼びします。ケントさんです。はい、兵庫県から来ました。そうです。ニューヨークから来ましたケントです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は原宿のファンティークさんにやってまいりました。すごくね、可愛い古着屋さんなんですけど、ここでヤビユーナ大変身企画やっていきたいと思います。前編というかスタイリングの方はケントさんの YouTube の方で撮っているんですけど、ここからはプロのメイクアップアーティストのケントさんに私を変身していただきたいと思います。はい、軽くちょっとケントさんの自己紹介をお願いします。ナンバーカンバーク、ウェルカンバーカン、メイクアップアーティストベースニューヨーク、どうもケントです。ということで YouTube やってますね。今日本当お邪魔します。まさかのすごいコラボなんで、もう本当に僕はもうドキドキしながらファンティーク様で来ましたよ。今スタイリングさせてもらって、ちょっとニューヨークっぽいスタイリングで、はい、ユーナさんとちょっと違った感じにさせてもらったんで、これからちょっとメイクさせてもらって可愛くできたらなと思います。で、今回は可愛さがあるけど大人っぽいっていうユーナさんのキャラクターを引き出したメイクをしたいなと思うので楽しみにしていてください。はい、ということでやっていきます。シャー、こんな感じでやっていきたいと思います。やばい、はい、メイクされるの久々すごい、めっちゃ嬉しい。どうしよう、もうね、十分ベースはいいんであれなんですけど、今日はちょっとサラツヤメイクってこともあって、ちょっとね、今ロケした後なので、うん、メイクが浮いてきちゃってるんですね。こんだけ可愛い綺麗なお肌でもってことで、その対処の仕方と修正方法、例えばこういうウォーターベースのフィックススプレーですね。結構いろんなブランドが出てると思うんですけど、これを拭いてちょっと濡らした状態で、その浮いてきた目の下とかに押さえて、ね、こういう時に、まあ、みんなこうメイクも落としたりするんですけど、うん、僕はそこまで落とさない。基本はこう押さえていく風にしたらしっかりまた定着するんで、化粧がプラス余分な皮脂を取ってくれて、油分ですよね、しっかりと化粧品なんていうのファンデーションを定着させるから、僕はこれだけでお直しをいつも終わらせます。夏はもうめちゃくちゃよれますもんね。そうなんですよ。で、超かく。だから夏はやっぱりファンデーションとかさ、やると油とやっぱ水でしょ、うん、ってなるとどんどん浮いてくるんですよ。だからなるべくメイク道具を使わない、薄くつけていくっていうのが大切なんです。で、結構僕は夏は硬い系のコンシーラー、固形、今日も固形のやつ使うんですけど、僕ユーナさんとか思うんですけど、そばかす？そう、そばかすがすごいあるんです。めちゃくちゃ可愛いから、なぜこれを出さないって言われて、今ちょっと思ってて、そばかすを隠すってことは塗った感が出るし、こんなそばかす持ってるってことがラッキーで、うん、僕はメイクするときいつも思うのが、そばかすっていろんなとこに出かけて、人生いろんなとこで、ね、動いてきて旅した証なんだから、残した方がいいんじゃないってやっぱ思うから、まぁ、ちょっとこれをね、伸ばして薄くした状態からいきたいと思います。はい、で、隠すとこを隠せば生きるんですよ、こういうのが。例えばそばかすが気になるなってなったら、そばかすの周りの赤みであったり、なんていうのかな、クマとかであったりとかをしっかりカバーしとけば、めちゃくちゃ可愛く出てくる。むしろじゃあちょっとそばかすを足したメイクしてみようか。おぉ、コフィーペンソー、アメリカンな、アメリカン、これはちょっとマル秘テクニックなんで、モザイクわぁすごい、ね、あーすごい、いいですね。そう、だから結局、うん、今そばかすを隠そうとするんじゃなくて、逆に例えば足りなかったのかもっていうところに足せば形になるから、一つのメイクとして。でもこれ今どうですか、みさす、見た感じメイク感ないっすよね。すごいっすね。そうそうなんでそのモザイクかけてもらってたんですね。マル秘テクニックなんでできない、はい、自分じゃ。日本いる時にメイクがうまい人はたくさんいて、うん、下手だ下手だってずっと言われてて、君が海外行っても何も成功なんかしないよって言われてたんですよ。けど僕なんか今そうじゃないなと思って、下手をあえて売りにしたんですよね。っていう自分のコンプレックスもそうで、ずっと東京行った時はちょうどここの原宿で働いてて、でなんかなんていうのかな、そのおでこ広いの嫌だなとか、そういうのすごいこの辺かなあったんですけど、ニューヨーク行ってそこひげもコンプレックスだったし、コンプレックスを全部出すようになったんですよ。へー、そしたらすごい
人生変わって、まあ、その分ファッション業界で大変なこともたくさんありましたけど、なんかそういう風になんかコンプレックスを出した方がいい、で足す引くで自分を出していく方がいいと思います。メイクが独学なとこからスタートしてるんで、自分のやりやすいやり方でやってきたんですよね。確かにメイクも別に型にはまった、そうなんですよ、あれがあるわけじゃないですもんね、けどそれが思った時に僕日本でこうやれこうやれってめちゃくちゃ言われてたんですよ。あ、そこかっていう。なんかこうやれこうやれをやめた時にすごいなんかメイクがしやすくなったっす。へー、うん、すごい。普段アイシャドウも全然濃く入れないんですよね。ほんまっすか。じゃあ今日結構濃く入れてるかも。で、今回のメイクはさっき言ったそばかすを出すっていうために眉毛とかをあえてほぼほぼ描かないでやろうと思います。なんかもう全てを綺麗にやってることがいいと思ってたけど、うん、そうじゃないんですよね。じゃないですね。でもそれもね、僕のスタイルっていうだけで僕はそう考えるっていうとこなんで、でもなんかメイクに対して全然考えたことがないから面白い、うん、これで可愛いんじゃないかな。こっちほら、じゃあ、ゆなさんね、レディーできたので、じゃあ、皆さん、いいですか、準備は3、2、1、はーい、じゃーん、たれーこんな感じになりました。で、こんな感じ、どうですか、なりました。すごい、なんかどうです、好きですか。めちゃくちゃ好きです。しかも、はい、この重ね着っていうのを、はい、もっともっと自分でもやってみたいなって思ったので、はい、嬉しい。ちょっとドキドキしてました。こんなおしゃれな子にできるのかって。今回は僕のテーマはこれですね、はい、ボディースーツの上にベルト、うん、でちなみにね、これもボディースーツなんですよね。そう、これも本当はボディースーツになっているんですけど、はい、あ、これスニーカーどこね、これトミーです。はい、かわいい、フォーマルな感じもいけますもんね。いやー、もうめちゃくちゃ嬉しい。で、自分じゃできない。あれっすよ、まだメイク、はい、皆さん見てないんで。そう、見てない、見てないです。なんで、はい、メイクもちょっと見てもらえたら。はい、じゃあいきますよ。はい、3、2、1、はい。おお、そう、さっきよりも変わったでしょ。すごい、え、めちゃくちゃ鮮やか。そう、さっきよりも違うんですよ。すごい、今回、その、ゆなさんの、うん、そばかすを出すように、はい、ちょっとプルンとしてるでしょ、お肌自体も、うん、っていうのはそばかすをカバーしないからこそより自分のナチュラルなお肌の色味が出てきてるんです。だからそばかすがよりはっきりするってことによって、そばかすのところをレスしてるからメイク感がなくなるから目も攻めれる、だから目のメイクもできたし、でマスカラをあえてメイクで一番今回色なんていうの乗せてるのはマスカラなんです。だからちょっとチャンキーって束感の出たマスカラにすることによって目元がはっきりして強い色味がそんなに目立たない。へー、だから奥に引き込まれるような魅力的なメイクしてみました。足し算と引き算ですね。そうです、もう、まあ、引きすぎてどこまでいったか分からない引いて足してかけて分かんない感じですね。はい、ありがとうございました。こんな私自分見たことないです、本当に。このからも、はい、ますか。え、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。こちらこそですよ、はい、本当に。またじゃあちょっと日本帰ってきた時に。はい、次はじゃあ下北行きましょうか。はい、ですね。行きたい。ね。ゆなさんもね、ぜひ。ニューヨーク行きたい。ニューヨーク遊びに来てください。行きます。連絡します。本当に。コロナ落ち着いてぜひ来てください。ということで、はい、今回はケントさんとコラボさせていただきました。ぜひね、ケントさんの方の YouTube チャンネルにもスタイリングしてる様子、はい、あとニューヨークの古着屋さんの情報とかもいろいろ聞いているので、はい、ぜひ皆さんそちらの方も飛んでみてください、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。やったー、バーイ、ジャニーバイ。嬉しい。アイシャドウ似合うんですね。似合うよ。すごい。
結局これもまた一つの考えで、ピンクのアイシャドウって日本人似合わないみたいなよく言うじゃないですか、腫れぼったくなる、はい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 、じゃあブラウン出したらいいやんっていうのが僕考えです。そうすごい、なんか自分の顔がこんな華やかになったの本当にいつぶりなんだろうっていうぐらい、めちゃくちゃ嬉しい。